はい。それでは本日は一級建築施工管歴史の学科試験平成26年問46番施工管理法仮説計画について解説していきたいと思います。問題は番組テイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください。仮説計画に関する記述として最も適切なものはどれか。1、傾斜地に設置した交番性仮囲いの下場に生じた隙間は木製の幅木でを防ぐ計画とした、えー。この問題は正解です。このように仮囲いがあるときにですね、下にこの傾斜があるときの、えー、今回は仮囲いになります。このように傾斜が生じてしまうと、ここ が空洞になって中からの建築廃材とかがが外に飛び出てしままう場合がありますなのでそれを防ぐために木製のは木もしくはコンクリートを打つなどして隙間を防ぐ必要があるという流れになります。今回の問題に関しては隙間ははばき等の木製の木製のば木で防ぐ計画としたとこのような感じになっていますので1番に関しては正解です。それでは2番 2> ゲートに設置するハンガー式門扉は重量と風圧を軽減するため上部 この問題は正解です、えー。このハンガー式モンピーというものはこのようなものなんですけども、でこちらで、えー、これが仮囲いですね。でちょっと僕も若干わからなかったんですけど、上部に網を張る構造というのは多分このような感じで、えー、上は、えーまあ、鉄製になってないこのような網,網状のものだなと、えー、ちょっと多分思っております。わ、まあ、からなかっちょっとわ、えー、かる方に関してはこれまた教えていただきたいと思います。まあ、こ,れこれに関しては、 重量と風圧の影響を軽減するためにこのような、えー、上部に網を張るような構造とするという流れになります。えー、なので今回の問題に関しては、えー、上部に網を張る構造とすることは有効であるということなになりますのでこの2番に関しては正解です。それでは3番作業員詰め所は防火防止や異業種のコミュニケーションが図れ衛生,が衛生管理がしやすいよう小部屋方式とする計画とした、えー、この問題は不正解です。まずこの作業員詰め所というものは何かというと 現場で作業を行う人の休憩所であったり、あとは道具や資材を置く場所として、この作業員詰め所というのは成り立っております。成り立っているというか、まあ、設置されます。まあ、こちらはですね、大部屋の方がいろいろな方とコミュニケーションが取れたり、あとは空調設備のコストカット等に効果的であるため、この作業員詰め所としては、というのは大部屋にすることが有効になります。なので、この問題に関しては小部屋方式とすると書いてあるので、この3番に関しては誤っております。それでは4番。 4番はちょっとバンされる可能性があるような用語が出てくるので、ちょっと空白というか、あのちょっと言葉に気をつけていきたいと思います。4番ですね。作業員用の仮設の男性用の仮設の個数は同時に就業する男性作業員30人以内ごとに1個設置する計画とした。この問題は正解です。まず、 大きい方に関しては、これを男性作業員60人以内に1個、そして小さい方に関しては男性作業員30人以内に1個設置するという暗記問題になるので、こちらも覚えていただければと思います。今回の問題に関しては、この章の方になりますので、これは30人以内と書いてありますので、こちらに関しては正解です。以上のことから、今回は3番が間違っていますので、3番が答えとなります。